今日のお題はグミだよ。グミは前回でやらなかったっけ？前回はお菓子のグミ、今回は植物のグミをやっていくよ。植物のグミって何？説明していくね。グミはグミ科グミ属の植物だよ。主にアジアやヨーロッパ、北アメリカなどに自生していて、見た目がサクランボに似た果実が食用として食べられたり、庭木や生垣などの園芸に使われたりしているね。そのグミって名前はやっぱりお菓子のグミに似ているから。そうではないよ。というか植物のグミとお菓子のグミには何も関係がないんだ。名前の由来には複数の説があって、食べる際に身を口に含み皮を出す意味の含む身からグミになった説、もう一つは果実のえぐみがグミになったという説だね。そういう意味から来ているんだね。でもグミって言われるとお菓子のイメージしかないな。一応日本に先にあったグミは植物の方だからね。